皆さんどうもこんにちは。今回はハーバード大学の研究結果などをもとに子供の身長を180センチまで伸ばす食べ物3選について動画で解説していきます。では行きましょう。丸さつくですが、身長が高いとモテやすくなったり、話の説得力が上がったり、さらには障害認識も高くなるみたいなデータがあったりで、やっぱり高身長というのはメリットが多いかと思います。そしてそんな身長ですが、ハーバードが25万人分の遺伝データと身長について細かく調べた研究によると、背の高さは 80% が遺伝で、残りの 20% が栄養といった環境の違いで変わってくるみたいよと発表しておりまして、まずは 80% を占める遺伝の部分で言うと、将来の身長予測と呼ばれる計算式がございます。男性の場合は、父親の身長プラス母親の身長プラス13、÷2。女性の場合は、父親の身長プラス母親の身長-13、÷2。こいつが 80% を占める遺伝的な身長予測で、例えば私の場合ですと、父親の身長が173センチ、母親の身長が152センチでございますので、私の遺伝的な身長予測は169センチであると計算されます。そしてこの身長予測に残りの環境因子 20% を加味すると、男性でプラスマイナス9センチ、女性でプラスマイナス8センチの差が出ることが分かっているよと整形外科医の富田健二先生も語られておりまして、要するに私の場合、遺伝的な身長予測169センチに対してプラスマイナス9センチということは、環境が悪いと160センチになっちゃうし、環境がいいと178センチまで目指せるみたいな感じ。そしてそんな私の身長は現在178センチで、いい環境で育ってくれた両親に感謝でございますし、環境2割とかしょぼいじゃーんとか言って侮っていいレベルではないのよと、同じ遺伝子を持つ兄弟でも5センチから10センチくらい身長が違う兄弟周りにいるでしょと。なので遺伝が 80% とは言っても、残りの環境でだいぶと身長は変わってくるかと思いますので、ぜひとも子供の身長を伸ばすために知っておいた方がいい食べ物3選について解説させていただくと、1つ目が肉、卵、牡蠣、わかめといった亜鉛を多く含む食べ物でございます。まずはスリナカリン・ウィロット大学で行われた研究を解説させていただくと、平均年齢 8.9 歳の子供140人を対象に、全体を2つのグループ、1つ目が 15mg の亜鉛を飲んでもらうグループと、2つ目が何も飲まないグループに分けて6ヶ月間過ごしてもらった結果、亜鉛を飲んでいたグループは何も飲まなかったグループに比べて約1センチも多く身長が高くなっていて、亜鉛は子供たちの成長を促進する働きがあるみたいよと発表しているわけなんです。じゃあなんで亜鉛はそんなにも身長に影響するのと、その理由についても解説させていただくと、成長期の子供というのは体内で細胞分裂が盛んに行われておりますが、この細胞分裂の際に DNA がどんどんと複製される、この時にジンクフィンガー、別名亜鉛の指とも呼ばれる亜鉛を含んだタンパク質が働くという仕組みがあって、わかりやすく言うならば、亜鉛は細胞分裂に絶対必要な栄養素、さらには体内で生成することができない栄養素、それが亜鉛でございます。なので、そんな亜鉛が十分に足りている子供は、半年で約1センチも多く身長が伸びるみたいな感じで、不足すると非常に良くない栄養素かと思いますので、肉、卵、わかめといった亜鉛を多く含む食べ物をたくさん食べさせてあげましょうと、そういうわけでございます。そして、子供の身長を伸ばす食べ物2つ目が乳製品でございます。ハーバード大学が5101名の9歳以上の少女を対象に、牛乳飲まないと身長伸びないよというあのフレーズが、本当に正しいのかどうかを調べたという内容で、結果が牛乳を1日3サービング以上飲んでいた女性は、1日1サービング未満しか飲まない女性と比べて、18歳前後の最終身長が約 2.5 センチも高かったと発表しているわけなんです。ちなみに学校の給食なんかで出てくる牛乳瓶が2サービングだと言われておりますので、身長を伸ばしたかったら1日牛乳瓶 1.5 本分ぐらいは牛乳飲んだ方がいいかもしれないと、そういうわけでございます。あとちなみに、牛乳やヨーグルトは身長の伸びと強く相関していましたが、なぜかチーズは身長とは関係がなく、さらにはよく言われている牛乳に含まれるカルシウムが身長にいいのではなく、乳タンパク質が身長の伸びと最も強く関連していたよと発表されておりますので、タンパク質たくさん取りましょうというわけで、子供の身長を伸ばす食べ物の3つ目がタンパク質でございます。マサリク大学が男性の身長を伸ばすにはどんな栄養が重要なんだという疑問を調べるべく、世界105の国から身長データ、食事データ、遺伝子データ、あとは裕福さといった社会状況のデータを集め、ゴリゴリに分析したという大規模調査があって、ちゃんと日本人も1512名分含まれている研究結果によると、
乳製品、卵、豚肉、牛肉、ジャガイモのタンパク質の摂取量は背の高さと最も強く相関していましたよと発表しているわけなんです。じゃあなんでタンパク質でそんなに身長変わるのと、その理由についてはシンプルに人間の体の大部分はタンパク質で構成されているからでございます。我々人間の体はかなりざっくり説明すると 70% の水分と 20% のタンパク質と 10% の脂肪で構成されていて、脂肪は要するに摂取したカロリーの余りですので、水分を除くと私たち人間の体の大部分はタンパク質でできているわけでございます。なのでそんな大事なタンパク質をしっかり食べれば身長だって伸びるよねと、そういうわけでございます。あとちなみに乳製品、卵、豚肉、牛肉といったタンパク質の中にしれっとあんまりタンパク質含んでなさそうなジャガイモが入っておりますが、これについては完全に研究者も予想外で、なんかジャガイモもいい成績でするけどなんでこいつがいいのかようわからんみたいにコメントされておりますが、成績はいいみたいですので、たまに肉じゃがとか作るといいかもしれないと。あと鶏肉や魚ももちろん良質なタンパク質としておすすめでございますので、子供のうちは亜鉛乳製品、タンパク質をしっかりとって、ぜひとも憧れの180センチ台を目指しましょうと、そういうわけでございます。さらにですね、私自身毎日実践している一般的なダイエット法よりも2倍速でめっちゃ簡単に痩せる方法を解説した動画を中瀬の本棚公式 LINE 限定で無料配信中ですので、興味のある方は概要欄からご覧いただければ嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。